羽織とコート、同じ上に着るものでも役割が違うからね。間違って着てると恥ずかしい思いしちゃうかもしれませんよ。まずコート。コートっていうのはお洋服で言うコートと一緒、お外で着るものです。だからこれを着たまんまお宅にお邪魔をしたりとか、ご飯を食べたりとか、お芝居を見たりとか、そういうことをしたらいけないよ。次は羽織。羽織っていうのはね、洋服で言えばカーディガンやジャケットと一緒だからね、室内で脱がなくてもいいの。羽織を着たまんまお食事をしたりとか、お芝居を見たりとかしても大丈夫。昔はね、羽織の上にコートを着たりもしてましたよ。今でも羽織の上に防寒コートとかを着たりするでしょ。室内でもコートを着てませんでしたか？羽織とコートの違い覚えててくださいね。